はい、どうもこんにちは。今回は微分方程式入門の第9項なんですが、いよいよですね、これでこのシリーズの最終項となります。そしてこの最終項で扱っていく内容がこれです。2回線形非同時微分方程式と、前回の第8項のタイトルに、非がついただけです。これを扱っていきたいと思います。そしてですね、これがまあ最終項ということで、この微分方程式入門のシリーズでおなじみの海外旅行雑談シリーズも、今回のこの講義で最後になります。すごくね、がっかりしてる人多いと思うんですけど、例えばもうね、前回の第8項なんかではね、その海外の話が楽しいって言ってね、その、類のコメントだけでね、25万件ぐらいね、ついてたんで、がっかりされる方も多いと思うんですけども、我慢してください。ではですね、今回使っていく内容をお話しましょう。この形です。非同時定型数の、タイプと、第8項で扱った内容っていうのが、この非がついていない同時定型数の形でした。それは何だったかっていうと、この fx が0になっていると。だから右辺が0な場合の、この形を解きましたと。そして今回は、まあだから口頭的に0でない関数が右辺にある非同時の場合を使っていきたいと思います。で、この解法今から話すんですが、実はですね、今から話す解法は、1回線形微分方程式の時とすごく似てます。1回線形微分方程式の時も、同時のタイプと非同時のタイプで、解き方が分かれて、非同時のタイプは、同時のタイプにちょっと手を加えるだけでしたね。それを思い出しながらですね、今回やっていきたいと思います。では、まずはじめにこんな場合を考えましょう。はい。この微分方程式の特殊解 αx っていうのが分かっている場合について話します。だから実際にはこれを何らかの方法で探すんですが、今回は最初にこの分かっている時どうするかって話をしたいと思います。ではですね、見ていきましょう。まずは、元々のこの微分方程式書いてみます。そして、特殊解 αx って言ってるんで、ここに、この y のところに α を入れても成り立つわけです。それを下に書きます。はい、こうなる。a と α 似てるんで注意してください。aα プライムになってます。今、この αx の x は省略してます。α は x の関数忘れないでください。y と同じです。そして今、この2つ並べたわけですが、これを辺弁引き算します。はい、すると、こうなります。今、これ、y、w プライム、アルファダブルプライムで引き算すると、引き算してからこれカッコで全体に2回微分して同じなのでまとめてます。こっち側についても同じで A でくくって、カッコで1回微分つけてあげて、B でくくって、上げてるだけ最後は。それで右辺は fx 同じなので0になってます。そしてこっち側でこれを少し簡単にしましょう。こんな風に。はい、こうなりました。今、このまとまった形、y-α っていうのに新しく、ラージ y って名前を付けてあげます。もちろん、このラージ y も、x の関数と x の関数の引き算なので、x の関数です、実際には。これを使ってあげると、ここがラージ y、ラージ y、ラージ y になるので、こんな風に綺麗な形にまとめられます。そして、これよく見てほしいんですが、何か変わったところはないでしょうかと。これとこれ見比べて。もちろんこれも、ラージ y に関する微分方程式だけども、元々のこの形と決定的に違うことがあります。それは何かというと、もちろん、右辺の fx がなくて0になっていると。これは同時になっているでしょうと。それ書いておきます。はい。この同時方程式で定型数の形だったら、前回の第8項の内容を使えばですね、解くことができたわけです。じゃあこれ解いてみましょう。そうするとこうなります。はい、こんな風に。まあ、いろいろね、同時方程式の場合も結構ね、大変だったわけですが、特性方程式やって、特性方程式の解のパターンによっていろいろとかってやったんですが、結局ですね、やることっていうのは、こんな風に、一次独立な基本解っていうのを取ってきて、そのそれぞれの、線形結合、まあ、つまり任意定数を2つこうやって付けた形が一般解でした。なので、この、同時方程式解いてあげたら、こんな風な解が得られますよね、と。そして元々解いていたら何かというと、このスモール y の方だったので、ラージ y からスモール y に戻します。そうするとどうなるかといえば、これを見ながらやればいいから、ラージ y を y-α に戻して、で、y イコールの形にすると、はい、こんな風になります。入れて α を移項しただけです。なので、最後まとめておくと、この非同時方程式の一般解というのは、こっち側のこの第2項まで。これが、この右辺の fx を0にした形を解いた時の解ですよね。だからこれは、言ったらこれ0にした同時方程式の一般解なわけです。そしてそれに対して何かを加えるんだけども、その何かっていうのが、元々のこの非同時方程式の何かしらの特殊解なわけです。はい。これが、非同時定型数のタイプの微分方程式の解き方です。まとめておくと、何かしらこの形で、特殊解っていうのが一つ分かればいいと。で、もしそれが分かったら、こういう風な流れでですね、結局この非同時方程式の一般解っていうのが、これを0にした形の一般解に、さっきその見つけた特殊解を足したものになっていると。なのでもう一回ポイントを言うと、非同時方程式の一般解っていうのは、同時方程式の一般解足す非同時方程式の特殊解と。これは結構まあ見覚えありますよね。この式自体はなくても、さっきちょっと言ったような、一回線形微分方程式の非同時な場合の解法っていうのが、まさにほとんどこれと同じ流れでした。特殊解を使って変弁引き算で同時形を解く形にして最後に移行してあげれば、同時方程式の一般解足す非同時方程式の特殊解というのが、非同時方程式の一般解と、認定数を含んだ解ですっていうのが、言えたというのが記憶にね、あると思います。一回線形微分方程式の時に。なので、この2回の場合にもですね、流れは同じです。はい。なんでね、実際にこれで、解けてるって感覚を味わうために、一問ですね、ちょっと喉に、さっき食べた、ポテチが詰まった。ポテチの海苔塩の海苔だけが詰まってます。はい。ではですね、具体的に問題解いてみて実感してもらいましょう。はい。では、こんな問題考えていきましょう。まず、こいつが2回線形非同時微分方程式になっていて、そして、かつ、定型数になっているかどうかを確認しましょう。そうすればですね、さっきやった解法が使えるわけです。しっかりと、y'、y'Y'、y'W' がすべて1次になっていて、線形になっている。そして、その係数っていうのが1と-6で、しっかりと定数になっていると。で、右辺が、構造的に0じゃない関数がある非同時の形になってます。ではですね、使えることが分かったので、さっきの解法で考えていきましょうと。何すればいいかというと、まずですね、特殊解のことは忘れて、同時方程式の一般解を出しておきましょう。なので、この形から考えます。はい。右辺を0にした形を解いちゃいましょうと。そうすると、これ特性方程式を使って解けるんでした。なので、特性方程式書くと、はい。これを解けばいいと。特性方程式の意味というのは、本当は、E のラムダ X 乗だという、解の形を考えてあげて、代入して、で、指数関数部分を落とした形になってます。そうすると、このラムダだけの、二次方程式になったと。ちょっとした復習でした。ではですね、これ因数分解して解いてあげましょう。因数分解すると、こうなるので、ラムダというのは、2と-3と。なので、この同時方程式の一般解というのはこの形で書けます。はい、解けましたと。C1E の 2X 乗プラス C2 の E の-3X 乗と。この X の前がラムダの、値で2と-3が入ってますと。で、C1、C2 はもちろん任意定数です。これが、このイコール0にした形の、一般解、同時方程式の一般解です。この一般解に対して、プラス特殊解、元々のこの非同時方程式の特殊解をつけたやつが、こいつの一般解でした。なので、今から考えなきゃいけないのは、この方程式の特殊解です。これを考えていきましょう。ではですね、何かしら一つ見つければいいので、こんなものを考えてみましょう。はい。この元々の非同時方程式の y のところに、こんな αx で関数を代にしています。αx というのは、こんな ax 乗プラス bx プラス c というふうに、2次のね、多項式で書かれた形を代入してみたいとしてます。はい。別に特殊解って何かしら見つけられればいいので、この形であるかもしれないっていう、これ単なる予想です。予想としては結構近いはずで、なぜなら、右辺の形を見ると 2x の次乗という、言ったらその多項式の形をしているので、x の。なので、この y もなんか多項式の形入れれば近いものになるんじゃないかと思ってます。で、なんで2乗かというと、例えば3乗とか入れて、正解になることはなさそうでしょうと。だって、これ一回も微分されない y が入ってるんだから、x の3乗ついちゃったら、そもそももう x の3乗どうやっても削れないわけなので、2乗の形で解の候補を考えています。大事なのでもう一回言うと、この形の解というのは単なる予想です。はい。この形というのは、単なる予想に過ぎません。そこに気をつけてください。だから別にこの形で、もし解があるんだったら、そういう風になるような A と B と C を求めてあげればですね、この形でその A、B、C を入れたものが特殊解になると言ってるだけです。すごい、今日すごい噛むな。ちょっと休憩しますかね。選ばれたのはね、あやたかでしたけども、この形で解になるような A、B、C を探したいと、あることを祈ってですね、計算してみましょう。では、代入してみたいと思います。実際にこれ代入すると、じゃあちょっと一緒にやっていきましょう。2回微分した時に残ってくるのってこの x 次乗の部分だけなので、2a だけが残ってくる 2a。そして1回微分して残るのはこの部分とこの部分なので、それを書いてあげると、2ax プラスの b と c は0になっちゃうんでね。そしてこの部分、マイナス6の後に続くのは全部でしょうと。マイナス6の、この中身。はい。そして右辺が 2x の次乗と。左辺ちょっと整理しましょう。次数ごとに。はい、整理しました。2次、1次、0次と。そして右辺は変わらず 2x の次乗と。はい。これを満たしてくれるような ABC 探していくので、係数比較してあげましょう。はい、こうなります。これを満たす ABC を探してあげましょう。よって、A イコール、ほにゃらら、B イコール、ほにゃらら、ちょっと並べるの。横に並べるの大変そうなので、これ縦に並べちゃうと、じゃあ実際に計算してみましょう。A というのはマイナス6で、これはので、マイナス3分の1。で、マイナス3分の1入れて、マイナス3分の2で移項して6で割るので、約分されて、マイナス9分の1。はい。で、C というのは、ちょっと計算がややこしいですが、マイナスの3分の2になって、マイナス9分の1で、通分していこうして6で割るので、マイナス54分の7と。はい、こんな風に ABC が求まりました。まあ、単なる連立一次方程式なんで解けると思います。ABC が求まった、マイナス3分の1、マイナス9分の1、マイナス50分の7ですね。はい、大丈夫です。ではですね、この ABC をこれに入れた形が、実際に方程式を満たすことが、分かったので、これが特殊解ということになります。なので、この結果を最後に用いてですね、元々のこの非同時方程式の一般解を書いてみましょう。では一般解。はい、書けました。元々のこの非同時方程式の一般解というのは、ここを0にした同時方程式の一般解。そして、元々のこの非同時方程式の何かしらの特殊解を加えたものが、左辺と等しくなりますと。はい。まあ、つまり非同時方程式の一般解ということになります。どうでしょうかね。こんな風に、実際には解いていけばよいと。でですね、何か文句ある人います？文句あるべきだと思うんですけども、どこかといえばですね、もちろんここです。これ、こんな都合よく見つけられるのかいと。まあ言われてみればなんか右辺が二次式の形になってるから、特殊解というのも二次式になってくれていないかなと。なんかまあ、そう思いたくなる気持ちはわかると思うんですけども、もちろん一般的なもっと複雑な微分方程式というのは、この右辺の形がね、全然違うかもしれない。サインとかコサインかもしれない。指数関数かもしれない。それらがもう混じったもっとぐちゃぐちゃな関数かもしれないと。そういう時にどうやって予想するんだという人がいるかもしれません。ちょうどですね、自分が最初に手に取った微分方程式の本、だからまあ最初それ勉強したんですけども、ちょうどこの2回線形の非同時の微分方程式の、2回線形の非同時の微分方程式の解放のところで、なんかまあこれは予想でいきますとしか書いてなくて、他にその予想する方法みたいなものが全く書いてなかったんですね。だからもうこれはね、突撃するしかないと思ってね、もう夜な夜な深夜にこれ勉強したんですけど、こんな予想しかできないなんて、そんな予想する方法は書いてない、おかしいって言って、もうね、突撃してやるって言ってね、その、次の日の早朝に出版社にね、乗り込んだんですけど、ですね、まあそれはもちろん嘘なんですけど、実際にはですね、まあ、何かしら、皆さんが持ってる微分方程式の、教科書とか、まあ、今から買うようなもの、教科書とかの中にはよくですね、右辺の形と実際にはこの左辺のこのイコール0にした基本解、イコール0の時の同時方程式の時の基本解の形と右辺のこの関数 2x 乗みたいな部分の、形からですね、ある程度ですね、解の予想というのはついてうまく探す方法というのがまとまっているページがあると思います。結構自分がパーッとね、本屋さんとかで見た限り、まあ5冊中に3、4冊ぐらいはその表みたいなものがありました。まあ、いわゆる微分方程式の本の中で、2回線形非同時微分方程式を扱っている本の中ではですね、しっかりと表のようなもので、まあなんか基本解の形と右辺の関数の形からこんな形が解の候補っていうのが与えられている表があったんですが、まあ、実際にはですね、もちろんですね、その今からその表を書いてみてもいいんですが、あまりこの動画の授業でのメリットっていうのはないなと思うので、それはそっちで参照してもらって、で、ここで何やるかというと、もちろんですね、その表で全てが網羅できているわけではないと。もっと複雑ななんかもう、うんちゃらみたいな関数の時には、もちろん解の予想というのはなかなかつかないわけですね。じゃあどうすればいいかと。一般的な方法があります。感動してください。ドン！感動してますね。この、今回みたいな単純な係数ではなくてですね、一般的に右辺が、どんな関数であってもですね、特殊解を探す方法というのがあります。どんな方法かというと、聞いてびっくりするかもしれません。聞き覚えがあるはず。定数変化法です。あいつがね、そんなにすごかったとはってね、気分だと思うんですけど、定数変化法でですね、特殊解の一般的な探し方やっていきましょう。では、特殊解一般的に求める方法、定数変化法をやっていきましょう。まずはステップ1。はい。まず、右辺を0にした同時方程式の形の一般解を出してしまいましょうと。つまりこれを解きます。はい。こいつらの基本解 y1、y2 だとすると、一般解をこんな風に書けました。はい。確認すると、y1、y2 は、この微分方程式を満たす関数で、一次独立のやつですね。これが基本解です。はい。これが、右辺を0にした、勝手に0にした同時方程式の一般解であって、ここからですね、まあ、これに特殊解が加われば、もちろん非同時方程式の一般解なわけですが、この形を使って、特殊解を探っていきます。それが定数を変化させる方法ですと。じゃあ、ステップ2行きましょう。はい。C1、C2 という定数を C1x、C2x という関数に変化させて、ある条件を課して非同時方程式に代入しましょうと。はい。これ何をするかというと、定数変化法の心って覚えてるでしょうか？定数変化法ね、すごいなまっちゃった。定数変化法はすでに一度扱ったことあるんですが、どんなアイデアだったかっていうと、特殊解もこんなような形をしてるはずだと。だから今回で言うと、これが、この右辺が0な場合の一般解ではあるけども、非同時にしたって、まあ左辺の格好は変わらないわけだから、なんかまあ何かしら近い形をしているだろうという予測のもと、この定数を関数にして、まあ要するに考える範囲を広げてみるわけですね。それで、方程式を満たすような、微分方程式を満たすような C1x、C2x という関数が見つかれば、すべてね、関数なので、それが微分方程式を満たすということになればですね、それが特殊解と言えるでしょうと。そういうふうな特殊解の探し方です。なので、特殊解もこの形に似てるはず。さすがに定数だったら、もちろん満たさないわけだけども、それはだって右辺が0な場合の解だから。C1x とか C2x とか関数に変化させたら、元々の非同時方程式の解、特殊解になってるかもしれないという予測のもとですね、まあその期待のもと、定数を変化させて代入してみるわけです。そして、ポイントはですね、覚えておいてほしいのがここ。単に探していくと結構ハードです。なので最初からある条件を課してしまいましょうと。はい。これ具体的に見せるので、なんとなくですね、頭の片隅にあったら今大丈夫です。では具体的にやっていくことを書いてみましょう。こっち側で。はい。実際に変化させた、形を書いてみました。この形で、かつ、この式。C1 プライム Y1 プラス C2 プライム Y2 イコール0を満たすようなものの中で、非同時方程式の解になるような C1x、C2x を探していきましょうというのが、今から具体的にやっていく方針です。で、ここら辺が混乱する人が多いので、ちょっとですね、ゆっくりと話をしていくんですが、この赤い波線を引いた部分が、いわゆるある条件です。何をやってるかというと、この形で、非同時方程式を満たすものを探していこうとはするけども、直でやっていくのは大変だから、考える範囲が広いので、その中でも、この条件を満たしているものの範囲でとりあえず考えるわって言ってます。もちろんね、急にこんな条件ね、見たこともない。いきなりC1 とか C2 にだけ微分がくっついた形でイコール0とか急に言われて、おい、自分のね、昔からの、幼馴染とかがいきなり胸ぐら掴んで、おい、お前、いきなりこんな条件貸してどうしたんだよとかって言ってきたら、もうね、本当に主人公になった気分で、うるせえ、もう会になったら何でもいいんだよっていうぐらいの感覚です。伝わりましたよね、バッチリね。はい。もう一回ですね、真面目に言うと、何でもいいわけです。もうこの形で、会になっても何でもいい。だから別に、こうなってるものの中でも、もし見つかったらそれはもう解なわけです。なので最初からこの条件貸して、これでもしね、その条件が厳しすぎて解がなかったらその時はごめんなさいと。もう解ありませんでしたって言えば OK です。ただ、これを貸した中でもしっかりと解があったらそれで OK なわけですね。はい。伝わりましたでしょうか。だからこんな条件を貸しても、こっから探しますってね、最初言っといて、定数変化させといて、やっぱ全部探すの大変だから、ここだけって言って、ここだけの条件がこれなわけです。もしこの狭いこの中に見つかったらですね、映ってるのこれ。この中に見つかったら、それは勝ちです。別に。一個でも見つければいいんだよね、解を。それが特殊解なので、全体を探しますって。定数を関数に変化した全体を探しますっていうんじゃなくて、やっぱ全体無理だわ。ここだけって言ってるのが、この条件です。この中で何かしら見つかれば OK です。ではですね、具体的にこの形を代入していくんですが、元々のこの非同時方程式の形に、これが fx な括弧のところにぶち込むんですが、いきなりね、一つ一つやっていくと大変なので、まず、これを微分した形をですね、探っていきましょう。では、一回微分から。一回微分すると、もちろんこれ、x の関数、x 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 の関数なので、積の微分になります。やっていきましょう。はい。積の微分2回しました。こうなります。で、まあね、結構、一回微分しただけでもこんなね、式がね、横になかったらしくなるのかってね、嫌な気持ちになるんですけども、ここでですね、聞いていきます。これが0でいいって言ってるので、この C1 とか C2 にだけ微分がついた、これはセットで0になります。足して0なので、セットで0なので、実はこれないです。ない。だから一回微分した形はこれで OK です。嬉しい。C1 とか C2 は実は一回微分した形はもう、セットで0になってくれるので、ここだけ考えてあげればよいと。まあそう言われたらですね、2回微分する気持ちも湧くでしょうと。2回微分してみます。ここだけ見てればいいので、はい、こうなると。これも積の微分使っただけです。これはもうですね、これ以上単純化できないので、これでおしまいです。で、あるかなと。この情報をもとにですね、この形を、元々の非同時微分方程式に代入した形を見ていきましょう。では、非同時方程式。こいつの左辺に、じゃあまずこれを突っ込んだ形を考えていきましょう。左辺イコール。まずはじゃあ2回微分のところ、これを書きます。はい。次に、1回微分のところ。はい。最後に、この y の1次というか、1回微分してないところ。はい。すごく長ったらしい式になってしまったんですが、これですね、整理するとすごく綺麗になります。まずはじゃあ C1x がついているところでくくってあげましょう。イコール C1x でくくって、であげると、C1x がついてるのが、ここ。そして、ここ。そして、ここと。はい、こんな風に。C2x についても同様で、こう求められます。そうすると、仲間外れが C1 と C2 の微分してるやつですね。こいつとこいつだけが残ってきます。はい。これでいいでしょうと。そしてよく見てほしいのが、ここです。この C1X でくくられたやつらと C2X でくくられたやつら。これは0にならないでしょうかと。なぜなら Y1 とか Y2 っていうのは、右辺の形を0にした同時方程式の解でした。なので、もちろんこれはイコール0になりますと。まあ、イコール0になるような Y1 とか Y2 なので、もちろんこれ0になります。そうすると、こことここ消えて、結局、非同時方程式の左辺というのは、これイコールこれになります。なので自分たちが探すのは、これイコール fx を満たすような形です。ではですね、最初に使ったこの条件とセットに並べてあげたものを考えましょう。では、よって。最初に課したこの制約条件と、あとは今出てきたこの左辺イコール fx という式。この式を満たすような C1x、C2x を考えればよいと。はい。ここからですね、若干の線形代数使います。もしね、この講義見てる人の中で線形代数アレルギーの人がいたらですね、どっか強くひねりながらですね、聞いてください。これですね、連立方程式になってます。もちろん求めるのは、まあ、よく普通は連立方程式ってなんか X とか Y を、求めるイメージがあるので、なんかこれもなんか Y1 とか Y2 を求める方程式に見えますが、Y1 と Y2 は決まってます。決まってないものは C1、X とか C2X の関数の形です。なので、この C1X、まあ、プライム、C2X プライムに関する連立方程式だと見てあげれば、こんな形で行列を使ってまとめることができるでしょうと。はい、まとめて書いてみました。行列を使って、まあ、いわゆるこれが係数行列で、それで未知数で右辺のこの部分になってます。0と fx がここに来てる。こんな風にまとめられますよと。で、この連立方程式、すいません、微分忘れました。C1 プライムと C2 プライムですね。これが連立方程式で、この連立方程式、まあ、C1 プライム X と C2 プライム X を未知数としてみて解くときに何をすればいいかというと、もちろんですね、この係数行列の逆行列をかけてあげればですね、解が出ますが、逆行列を持つためにはこいつのディタミナントが0じゃないことを言えなきゃいけませんと。これ線形代数の知識ですね。それを考えるためにですね、ちょっとこの部分の行列の、行列式考えてみましょう。はい。こいつの行列式、ディタミナントにこんな名前つけます。W の Y1、Y2 っていうこの関数の中引数みたいに書いてます。Y1 と Y2 を。で、よくこれには名前がついていて、こういうのをロンスキー行列とかロンスキ案って言います。はい。こう置くとですね、実はこんなことが言えます。はい。実はこのロンスキー行列は0になりません。X の値によらずです。どこでも0にならないと。で、実際にこれはもう少し正確に言うと、今考えているような2回線形の微分方程式に関してですね、2回線形微分方程式で、Y1 と Y2 が基本解の時には、これ0になりませんと。別にこれは2×2 のね、行列の場合だったら別に線形代数の知識ゴリゴリ使わなくても示すことできるんですが、実はですね、ロンスキー行列はもっと一般的に、今回は2回までしか使わないから、一時独立な解で実は2個しか出てこないんですけども、3回4回になってきたら、3つ4つとか出てきます。その時にもこういうふうに、この解並べて微分したものを並べるっていうのが、ロンスキー行列っていうんですが、それを一般的に示すことができるので、今回はですね、ちょっと入門のレベルじゃないなと思ったので、この結果使わせてください。実際に計算をしてみたら、何かの具体的な問題に対して計算してみたら、確かにロンスキー行列を考えてあげたら、それが X の値によらずに0じゃないってことはわかるので、今からやる計算は別に問題ないんですけれども、一般的にこういうことができるかっていう部分についてはですね、一般的にできますと結果だけ伝えておきます。これはですね、証明略で使わせてください。はい。とりあえず、これを認めてもらうことにすると、ゼロにならないことが分かったので、これ別にいつも、逆行列持ちます。はい。この部分の行列というのは逆行列を持ちます。従って。こいつの逆行列を左からかけたものを見てみましょう。はい。左側から逆行列かけると、これ単位行列になって、ここだけ残るので、左辺はこれだけ。そして、右辺は、これの逆行列をこれにかければいいので、これの逆行列、2×2 の逆行列の式は簡単に書けますよね。まずは行列式分の1。そして、この行列の、ここ対角成分をひっくり返したものを、そして、この非対角項にマイナスつけたものと。はい、これが、こいつの逆行列で、これにかけるんだから、これが書かれると。はい。行列の形で書いてますが、これを一つ一つの式に戻してあげると、よって、C1X のこのプライムというのは、どうなるかというと、まずは、これが係数としてついてくる行列式分の1で、で、上の成分に来るのは、これかけこれ足す、これかけこれなので、0の方は消えて、マイナス y2fx だけ残ります。なので、はい。これが C1 プライムに関する式であって、で、下の C2 プライムの式も同じように、はい。次はこうなります。これが係数としてついて、下の成分に来るのが、これかけこれ足す、これかけこれなので、次はマイナスつきません。こんな風になると。ここからですね、C1 プライムと C2 プライムの式が分かったので、自分たちがもともと知りたいのは微分した形でなくて微分する前のこの、一回積分した形なので、それをかければですね、C1、C2 がまとまったことになります。よって。はい。一回積分してあげた、こいつらが、求めたかった。これすごい、早口言葉みたい。求めたかった C1X と C2X の関数の形になります。もちろん、具体的に特殊化を考えるときには、積分定数つけなくて OK です。別に一つ見つかればいいので、これに積分定数つけないものを考えてあげて、元々の形に戻したものが特殊化です。では、その元々の形、確認しておきましょう。では、以上より、元々考えてた式というのは、y イコール c1xy1 プラスの c2xy2 の形で、元々の非同時方程式を満たす c1x と c2x 考えてたので、これを入れたもの。これに、こいつを入れたものがですね、特殊化になりましたと書いています。はい。入れた形書いてみました。こいつが特殊化になっていると。以上。だから実際に微分方程式解くときには、同時方程式の一般解をまず考えて、それに対してこういうふうに求めた特殊解を加えてあげれば、非同時方程式の一般解ということになります。はい。どうですかね。これめちゃくちゃ、綺麗なんですけども、注意点が結構たくさんあります。このね、論式行列が外に出そうな気分、するんですけど、X ついてないから。ただ、もともと、Y1 と Y2 並べて行列式取っただけだから、論式行列もこれ X の関数です、実際には。なので、積分から出さないように注意してください。はい。で、Y1 はこの中に入れないようにしてください。だって、元々の積分の範囲は、ここにしかかかってないので、これ Y1 をこの中に突っ込んだら別のものになります。C1X とか C2X が。だから、Y1 とか Y2 は積分の外に書いてあります。元々の式は、C1Y1 たす C2Y2 だったんだけども、積分のね、順序とこっちに書くと Y1 混乱するので、前に出してあげたものを書いてますよと。これが求める特殊解。はい。ここまでやってみて、途中でね、急に出てきたある条件の、その有効性気づけたでしょうか。こんな風に綺麗に求められたのは、もちろん条件があったからだし、特に何がすごかったかっていうと、C1 の微分と C2 の微分が入ったやつが0になるという条件が課されたことによって、実は2回微分をした時にも C1 とか C2 に関する2回微分が出てこなかったんだね。そうすることによってこんな風に C1 の1回微分と C2 の1回微分だけでですね、C1 とか C2 の関数の形が変わるものになっていて、で、1回積分かますだけでね、こんな風な綺麗な形にまとめられたと。これがまあ2回微分入ってたらもちろんこういう風にはいかないわけです。なのでね、あの条件に感謝しましょう。ありがとうございましたと。はい。ということでですね、これかなり特殊化の形綺麗ですよね。なんかね、すごく対照的だなと自分は思うんですけども、Y1、Y2 で Y2、Y1 みたいなね。しかもなんかそのロンスキー行列がこの積分の中に来てるっていうね、綺麗だなと思うんですけども、綺麗だといえばですね、今までの人生で一番綺麗な光景の話したいんですけど、実は自分グアムは行ったことなくて、なんかそのグアムはみんな行ってるからグアムは行きたくないっていうその謎の反骨精神っていうのか知らないですけど、ちょっとね、天の邪鬼みたいなところがあって、サイパンにね、そのグアムに行こうみたいな流れの時に、あえてサイパンに行ったことがあるんですよ、サイパン。で、サイパンには、ちょっと船でね、近いところに島があって、マニャガハ島って言うんですけど、冗談みたいな名前してるマニャガハ島って言って、そのマニャガハ島に、まあ、ボートで今行くって言ったと思うんですけど、ボートで10分ぐらいなんですよ、その島まで。その途中で見た海が今までの人生で一番綺麗です。何がすごかったかっていうと、海って色が変わるんだよね。色が変わる。例えば、もちろん沖縄の海とかね、綺麗な海と、まあ、関東とかで見られるような、割かしね、そういう神奈川とかで見られるような海とかでは、だいぶ色が違うわけです。海の色って何で決まるかっていうと、もちろんね、いろんな条件があるんですが、ですね、まあ大体その海の中にいる、まあ海の中に入っている成分だったりとか、あとはですね、下の土の状態とか、あとは深さとか、水の温度とかで変わるんですけども、そのマネガハ島に行く途中でボートに乗って見た海っていうのが7色あったんですよ。海の色が。そこの地帯だけでです。その場所だけで7色あって、要するにいろんな条件が違うような水が混ざり合ってるんですね。そもそも海底の深さが違ったりとか、違う水温のその海がぶつかったりする場所とかで、本当にそれぞれ色が違うんですよ。だからボートで10分移動しながら、ずーっと下にある海の色が変わるっていうね、その感覚がまあそこで味わえたと。だからそれが本当に人生一番綺麗なね、場所でした。まあ、着いたのはなんかマニャガハ島っていうね、冗談みたいな名前のとこなんですけど、ぜひね、皆さんも、まあ勉強が一段落ついたらね、行ってみてください。はい。ではですね、続きをやっていきましょう。まあ、これが特殊化であることが分かったと。まあ、これ具体的にね、一つぐらいやってみないと、これのね、凄さが分かんないと思うので、特になんかね、こんなの、だからロンスキー行列分母にあって積分なんてして、ね、積分が大変なんじゃないなとか思うかもしれないんですけども、具体的に、さっきと同じ問題使ってですね、さっき例題でやった問題をもう一回この方法で考えてみて、しっかりと一致することを見てみましょう。では、やっていきます。はい。では考えていきましょう。同時方程式の一般解はもう同じなので、特殊解だけ求めておしまいにしたいと思います。ではですね、まず同時方程式の基本解、こんなやつらでした。はい。もちろん順番はどっちでもいいです。今は Y1 をこっち、Y2 をこっちとしてお貸しください。さっきと同じように。そしてですね、これを計算するためには、このロンスキー行列を計算しておく必要があります。計算しましょう。はい。ロンスキー行列はまず、この Y1 と Y2 を並べて、そしてその下に、こいつらをそれぞれ1回微分した形を書きます。なので、はい。こうなると。そして行列式の計算方法は、これかけ、これ引く、これかけ、これなので、計算すると、はい。こうなるでしょうと。マイナス5の e のマイナス x 乗と。確かにこれ見ると、これ x の値によらずに0にならないことがわかると思います。確認ですが、これは0になりませんと。はい。もちろん、この事実自体は一般的に言えるんですが、今回のこの個々の問題でも確認することができましたと。だからまあ実際に使うときには、これがね、常に確認できるので問題がないって言ったのは、こういった理由です。はい。とりあえずこのロンスキー行列が元々あった。だからこの積分の分母に来る形が分かりましたと。あとはもう実際に分かっている形を突っ込んでいくだけでしょうと。ではやっていきたいと思います。ではですね、αx イコールと。まずは、じゃあここ書きましょう。ここを。マイナス y1 なので、ここで、インテグラルの中身書いていきます。はい。今、見栄えのために、先に FX 書いてますが、もちろん同じことです。Y2 と FX の積ここに書いてます。じゃあ次、こっち側に行きましょう。プラスの。はい、こうなります。もう少し見やすいように式まとめておきましょう。イコール。はい、こうなりました。この指数の部分をまとめてあげて、係数部分は全部外に出してます。指数部分まとめてあげて、係数部分は外に出してると。そうすると、まあ、この形のね、積分が出てきますが、結構ね、受験からね、時間を空けると積分ね、忘れてしまう人もいると思うんですけども、この形はですね、部分積分を繰り返して、できる形でしょうと。まあね、このチャンネルは毎週狂ったように積分してるチャンネルなので、一瞬でこれ片付けてしまうと、下に書きます。計算結果を、この下に。じゃあやっていきましょう。イコール、これの結果が、マイナス4分の1から始まるので、ちょっとマイナス外に出しておいてあげて、5分の2で、かける4分の1の e の 2x 乗で、で、出てくる係数以外の部分というのが、e のマイナス 2x 乗で、中身が 2x の、次乗足す 2x 足す1。はい。で、次に、こいつがマイナス5分の2は同じで、出てくるのが27分の1。27分の1で、そして、こいつ e のマイナス 3x 乗で、あとは係数以外のところで出てくるのが e の 3x 乗で、中身が 9x 次乗、マイナス 6x 足す1ですね。はい。積分定数は、先ほど言ったようにいりません。ここにつける必要はない。はい。で、こんな風にまとまりました。今、さっき言ったように、狂ったように積分してるチャンネルなので、一気にやってしまいましたが、もちろん、落ち着いてね、積分してくれば大丈夫です。今、わざとね、そのスピードを見せつけてやりました。イェイ。はい。で、積分したので、これをまとめたものがですね、特殊解です。さっき出た特殊解を思い出してもらうと、これでした。最初にやった具体例で、最初にやったこの問題、普通にね、特殊解予想で、探した方法によると、その結果というのが、ちょっとここに書きましょう。マイナス3分の 1x の次乗マイナス9分の 1x マイナス、なんだったっけ、54分の7かな。54分の7だったんですが、これと一致するでしょうかと。なんか指数がね、入ってきてなんか一致しねえんじゃないかと思うかもしれないけども、実は、綺麗にですね、指数部分消えてくれます。e の 2x 乗と e のマイナス 2x 乗で1になって、ここも e のマイナス 3x 乗と e の 3x 乗で1になると。なので実は、多項式部分しかこれ残りませんと。なので、ちょっとね、期待が持てます。で、実際に、めんどくさいだけなので、やりませんが、これを計算、整理するとですね、これと全く同じ式になります。マイナス3分の 1x の次乗、マイナス9分の 1x、マイナス54分の7と。はい。ということでですね、確かめられました。しっかりと予想して考えてあげた特殊解と、今回考えた特殊解が、一致していたと。こうすることによってですね、非同時微分方程式、2回のですね、非同時微分方程式も解くことができます。はい。どうですかね。ここまでの授業どうでしたか？楽しかったでしょうか？微分方程式って結構ね、高校生の頃に憧れるものだと思うんですよ。大学に入ったら微分方程式ってものを習うと。やっぱ微分がついてるだけでかっこいいのに、それをなんか解く方程式ついてる。いや、かっこいいってなったね、気持ちをね、これからも大事にしてですね、勉強を続けていってもらえたら嬉しいなと思います。今回入門の範囲では使えなかったものには、たくさんまだですね、個々の微分方程式の解法だったりとか、今回ね、連続講義の中のシリーズやったのは、かなりですね、比較的もう解法が確立されているものですね、もちろん。で、ところどころで言ってきたように、微分方程式の一般的な解は知られてない形っていうのもたくさんあります。そもそも一般的な解はないものもあると。なので、そういうね、隅々まで調べていくと、まだまだ微分方程式たくさん種類があります。そして、微分方程式、2個セットで考えるような連立微分方程式ってものもあるのでですね、今後たくさん勉強を続けてもらってですね、そういった世界までぜひですね、楽しんでいってもらえたら嬉しいなと思います。ではですね、そういった授業も今後ね、このチャンネルでアップしていくつもりなので、引き続き、よろしくお願いします。ということで、全、何個だったっけ？ 9 個ですかね。9個、最後まで見ていただきありがとうございました。お疲れ様です。